最初から疲れましたか？そうでないといけないと思います。EC カードが投入されていません。僕の個人としてのパフォーマンスでは特に良くなかったですし、良ければ勝てるはずなので、より今後のパフォーマンスっていうのを上げていくのかなと思います。これから次のワールドカップは4年あります。この4年どう使っていきますか？本当に1日たりとも無駄にできないですし、若い選手たちを切り替えることは非常に難しいです。本当にこれから次のワールドカップに向けていい準備をしていきたいかなと思います。まだまだ日本は上に行けるという自信もつかめたと思います。そのためにチームとして個人として何をしていきたいという思いはありますか？もちろんこの主力と言われたグループを突破できたのは僕たちのパフォーマンスもそうですし、本当に国民の皆さんが応援してくれたことで突破できたと思いますし、まあ、残念ながらベスト8の届かなかったんですけど、僕たちがいいプレーをしていいサッカーをすれば強豪国相手にいい戦いができて勝つことが示せたと思うので、まあ、引き続き日本サッカーというのをより向上していって、まあ、僕自身それに対していい立つ在り方ができるなと思います。もっと強くなった森田選手を期待。